僕が作った世界なのになぜか僕はいなくて、あの日夢見た、あの場所で一人空を見上げた、無限に広がる未来なのに明日はまだ見えない、明日は無情にも今日になって、そして昨日になる、何度も転んで這いつくばあでも真っ赤なだるまは立ち上がり続ける、ハッピーエンドも終わりは終わり、ここで終わりたくない、ハッピーエンドの向こう側を見たくて今日も歌う、夢で会いたくて瞳閉じてみた、届かない想いが涙だと溢れた、何度も転んで泥にまみれても真っ赤なだるまは立ち上がり続ける、立ち上がり続けろ、ありがとうございます。1月10日、湘南半チャンポ、今朝の1曲はだるまでした。実はね、1993年にわしは、上京して、音楽を始めたんで、今年2023年は歌手人生30周年です。30年間もね、まさか音楽やるとはっていう感慨深い感じと、これからまだね、50年ぐらい生きるんで、50年間まだ音楽をやろうっていう、そういう、決意を込めてね、今年、歌手人生30周年記念シングルを、バンバンリリースします。その第1弾が1月31日、各種、配信サイトサブスクで一気に全世界配信しますんで、まだ曲名は一応まあ言わんとこうかな。でもまあ30周年記念ということで、わしが大好きな曲を出しますな。で、最近のあの音楽シーンがさ、こう音楽をあの芸術じゃなくて、競技と思ってんだよみんな。だからなんかね、聞き方、リスナーの聞き方もこう減点方式っていうか、あ、歌外したねとかさ、リズムちょっとずれたねとかさ、そういうね聞き方しかしないんだよみんな。それがねつまんない。でそれによってあのアーティストもどんどんスケールダウンしちゃってんの。なんかね、もうピッチを外すと、なんちゅうの、リスナーにこう荒探しされて、なんかこうバカにされるからって言って直しちゃうの。そういうね、こう防御しちゃって、厚化粧しちゃって、そういう歌しか
出せない今の音楽シーンになんかちょっとねつまんねえなと思って、それでねわしが自ら一切ピッチ修正をしない音源を出しますよ。であと歌が大事なのってあの時間の経過と体力の消耗なんだよね。音楽ってさ基本的に時間の芸術だから、こう時間の経過とともにいろんなもの変わらんといかんの。でもね、あの歌を撮るときに細切れでさ歌っちゃうと常にさフレッシュというかさ常にもう点でしか歌ってないの。でも音楽は時間の芸術だから時間の経過をその表現に入れんとそれはただのなんちゅうかな偽物になっちゃうんだよね。だからわしのレコーディングね、音楽プロデューサーとしても、レコーディングするときはまずさらっと歌ってみて、ドカンと歌おうよって一気にね、その雰囲気その流れを大事にしたいから俺はそういうのを大事にしてますね。もちろんまあ若手にそれをさ強要するのはなかなか酷だと思うんで、だったら自分でまずやろうと思って今回の30周年記念シングル第1弾は一切、ピッチ修正もねせずに頭イントロから聞いて最後ね歌い切る、それを出す、そういうことやりますんで、期待してくださいね。でわしに対してピッチがどうのこうのとか歌が上手い下手っていうのは誰ももう言ってこないんでね、もうそういうもんじゃないからそこまで達してるからわしはね、だもんで、まあ、そういうことできるんだけど、でも本来は若手も全員含めて熱い音源っていうのは時間の経過体力の消耗全てを表現する、これがね大事なんで、これほんとねみんなね分かってほしいな、まあ、それをね啓蒙するために、ハンサムレコード総帥として自ら、ステージに上がりますんでぜひ聞いてね、ここ歌下手だなとかな、いろんなここ声出てないじゃんとかいろんな感想がねもしもあったらバシバシわしに、ぶつけてください、ね、そうしたら生で歌いくんでこうやって、ね、今もね頭から最後まで歌い続ける、そうすると途中失敗するよそりゃね、当たり前じゃん、感情がさ爆発したらねコントロール効かなくなるから、でもそれが含めての音楽歌だからそれを俺は大事にしたい、これをね本当に言いたいの、もう芸術ね、音楽とは芸術であって時間の経過と体力の変化これが大事、歌はだって生物だからね、生物ね、声は生物なんでその歌い続ければ当然消耗するよね、言ってもラグビーだよ、ラグビーってさ最初最後まで出て、で交代もあんましないんだよ、だから一回試合すると必ず消耗するのね。でも野球とは違うじゃん、で野球とはさ順番が回ってきて打つじゃん、でしかも代打ここはこのバッターじゃなくてこいつのバッターがいい、だから代打出すじゃん、そういうこともできる、それがまあ競技は違うんだけど、で音楽って本来はラグビーみたいにもう最初最後までやり続けて時間の経過とともに、で後半はさ疲れるよ、でもそれが疲れた上で何をするか、で疲れた上にこう感情が爆発してもっといいパフォーマンスができる時もあるんで、それも含めた芸術ってことを私は熱く言いたい、強く言いたいね。だから今日この、朝から浜で謎のおじさんが熱く語っております。まあちゅうことでね、1月31日ハンサムハンジ歌手人生30周年記念シングルを各種サブスクから出しますんで、みんなぜひ聴いてください。よろしく。じゃあね。